20年間トレーニングやレースで走ったものであります。キリアリアさんトロフィー含めてこの年末に家を出荷するのに隅々まできれいにしたら何十個も出てきちゃったんですよ。でどうしようかなということでね、家内と子供2人なんですが、長女と長男もう家に行って独立して子供は孫もいるんですね。結託してみたらしくてですね、捨てちゃうのがいいんだよって一言ドキッてしましてね、私の家に何か策はないかなというふうに考えて、その後スラム市長さんに、アンバサダーとして協力をお願いしたいと言われたんだ。そうだ、つまやしを皆さんにこれを預かっていただくような方法を考えまして、教育担当の方にお願いしたところ相談しましょう、いいでしょう、やったーという感じですね。はい、この日になりました。おかげさまで捨てなくて済みました。頑張ってくれたなという感じですね。はい、で、みんなに話したいことは一点、スポーツについてぜひね、やろうと思ったスポーツに対して自分なりに工夫を入れ込むことを考えてほしいというところで、ただ先生に言われることだけをやればいいということではなく、あるいは先輩がこうだなと言われるそのことをやるだけじゃなくて、ああそのことってのはこうだなああだなと考えることをぜひやってほしいなと思います。私は大学の時に2年生で初めて陸上部に入れてもらって先輩に言われたことは、歩く時に一本の線で落ちないように歩いてみようって言われて、分かりました、歩道を歩いてたらその線で向こうから他の人が歩いてきたわけ、どうしたと思う、よくできるのが困ってましたというぐらい徹底していたわけ。階段も二段ずつあるぞ、股関節や膝関節の可動域を強化するぞ。でもそれ上りだったんですね。上る階段の時にそうしろ、下りのことは言ってくれなかったんですよ。だから下りが困っちゃって、どうしたと思います、聞いてなかったの、下りよし一段ずつ早く降りる方法やってみようということでね、やったわけ。そしたら結構うまくいってね、スルスルスルっとね、言うならば関節をもっと沈めるようにして、
無駄な力を入れないで、わじわじ運んだ下りを本当に滑るようにしてね、降りれない。やったーって感じでね、そんな工夫をね、やってから練習になるのは頑張りが、どういうふうにしたことか出るようになって、はい、2年生で取り入れたくなったけども、その半年後にね、第40回の箱根駅伝の第4運が良かったんですね。経験した先輩たちが3人くらい故障上がりで普通に走れない、じゃあ怪我をしてない宇佐ってちょっと分かんないけど、宇佐が走らせた方がいいかもしれないぞというふうにして、先生方コーチの人たちが考えて、宇佐が平塚はよくやれって感じで、それで第40回大会、今年100回大会だったんですね。その時に待ってたら、中央大学の優勝候補、ところが中央大学のメンバーのみんなシーを潰すようにしてマークにしてるわけね。誰がキャプテンか、誰がこういうところを走る人なのか分かんない、もうそんなこと気にしてる暇ないや、準備しました。そしたら1区2区3区も頑張って1番に来ましたから、助け落とさないように受け取って、関門関門勝手に作った関門を時間通りに通過するように設定して、プラス15秒、プラス15秒というのは設定したタイムを15秒早く通過していると返事がどうやって返したと思うんです。分かりましたって振り向いたりしたら、バランスが崩れるからどうやったと思う、腕振りながら指一本上げた、嘘が聞こえてくるけど、新人なのにっていうようなことでね、押し通していけて、トップのまま、詰められたことは詰められたんだけども、トップのまま5区に渡して、で5区の最後のゴール手前で浮かれて、ほぼ息の5区間準優勝というあたりになりました。そのところから頂点が始まって、言ってみればこれで具体的なものを、ね、かざすことも一つかもしれないけど、指示してもらったものに忠実にそれに乗っかってみる、そして自分なりに消化してみる、それを繰り返すことによって自分のものができてくる、ね、ぜひみんなもこれは単にスポーツだけじゃなくて勉強のものもそうなんじゃないかなと思いますね。ところが意外と100点とか満点取りたいとかね、そっちの方が先に立つと、そのうち勉強するのは何のためにやってんだろうなんてね、自分自身の中に疑問クッションマークがついちゃって、何で俺これやってんだろうってやろうと思ったんだから、そんな考えない、やってみて工夫して
繰り返してみる、繰り返して繰り返して、初めて走った時に比べたら1ヶ月経ったらここまでやめた、ね、そんなことの繰り返し、これしかないんですよ。勉強だとそうじゃないな、勉強トップ10取ってる勝負、そうでしょう。繰り返して繰り返して、あ、この辺に頭に入っていたんだ、あ、この辺にこの辺に何回もやってるよかったいうことになってるはず。人が頑張るっていうのは、そういうところが脇から見たら頑張ってる生徒だな、頑張ってる人だなというふうに周りが見て評価するんであって、自分自身が、自分自身が自分のことを勝手に決めない。ぜひこのところこれからの勉強に、学校生活に生かしてもらいたいというふうに思います。私はこれを獲得するまでの経過をご紹介したつもりです。だから走ることだけど、それで走ることなんですね。ぜひみんなもこれから面白い楽しい学校生活になるように自分が工夫しなきゃ誰もやってくれないよ。自分がやるしかない。いい？ぜひね、自分がやりたいと思う方向のことをわずかでもいいから進歩したらやっとけ、ね、それを繰り返して繰り返してやってほしいな。それに飽きちゃったら負けになっちゃうから、いい？飽きること嫌だな。そこでも他の情報が入っちゃって、ああ彼はあの人はこんなことをやってるから、こうやってスマホからこうやって情報を得てこんなことを知ってるみたいな、いいじゃんそれはそれで、ね、そうじゃなくて自分は自分のペースでやるようにした、それを時代を自分が作るぐらいのイメージでやってもらいたいなというふうに思います。まるまる20年間走ってトレーニングと試合と合わせると1ヶ月500キロぐらい走ってたみたい、500キロ1年間どのくらいの距離になるんです。大きな怪我したことなかったから12ヶ月間500キロかけると6000キロ、その丸々20年間を大きな故障する、練習を休むことなくやれた、ね、そうすると地球儀の赤道というところを一周回ってみた、それでもまだどうにか今ちょっと難病にかかっちゃってね、ここ4年間、あれぐらい治療しているんですけど、軽いジョギングする方が歩くよりも楽なんで時折ジョギングしてる、ね、ぜひ自分がやってみたい、こっちにいるんだ、こういうことをやりたいんだ、ある程度心に決めたら、それをやるためにじゃあ今何をしなきゃいけないか考えたら、
お互い決まってるんだ、ぜひその道を半歩でもいいから進んでみようよ。あ、半歩でも進んだと思ったら自分を褒めてない、こういうことしかない。ぜひ各地がこのことをね実践してもらうといいのかなというふうに思います。先生方にちょっとこのことも私なりの書いたものを先生にお渡ししてやるから、それを読んでもらって、もう一度今日も私がこの壇上でみんなに話しかけたことをですね、工夫したあれこれ自分のものにしてほしいなと思います。ですから私としてはみんなに頑張らないことになってね、工夫しないように、自分で自分のことを工夫してやっていこうというところをお願いしております。トロフィー預かっていただいてありがとうございます。校長先生はじめ先生方熱くお願い申し上げます。ありがとうございました。